皆さんこんにちは。ラブラボ Q 番組プロデューサーの斉木啓太です。よろしくお願いします。さあ今回はですね、いつもとは、ちょっと形を変えまして、100万年後の脳を書いてみた、そんな企画をしていきたいと思います。と言っても、実際に今から100万年後の脳を、どんな感じかなって書いていく、考えて書いていくわけではなくて、5月16日に脳科学者と一緒というイベントに私も出演させていただいたんですけれども、その、番組内、そのイベント内で行われたワンコーナー、100万年後の脳を書いてみた、その振り返りをさせていただきたいと思います。そのイベントを、ご覧いただいてない方もいらっしゃるかと思うんですが、脳科学者と一緒、Zoom で行われたイベントだったんですが、その前編がなんと YouTube で公開されております。その YouTube が、アーカイブ載せてますので、概要欄に載せてますので、ぜひご覧いただければ嬉しいです。で、そのイベントの特徴としまして、なんと100万年後の脳をただただ我々が、書いて考えてするだけじゃなくて、その書いたものを脳科学者のデンマークオーフス大学の竹内智則先生が、専門的な、科学者としてのお考えから、コメントをしてくださると、そんな、コーナーになってたんですよね。そこで、そういった竹内先生のお言葉もちょっと振り返りながら今回、紹介していきたいと思います。というわけで早速、第3位からにしましょうかね。そのイベント内で第3位となった脳はこちらです。ドン。はい、私斉木啓太が書いた脳でございます。見た目がグロいのか可愛いのか、単純に絵が下手みたいないろんな感想があると思うんですけど、解説していきたいと思います。まずこの脳だけじゃなくて側の部分ですよね。側の部分というか景色ですよね。もう皆さんお分かりの通り、下は海です。海だからお魚も泳いでますね。よく言われる地球温暖化ですとかね、陸がどんどんなくな、陸地が減っていくとか、そういうことが言われてると思うので、100万年後、もしかしたらこんな海ばっかりの地形になっているんじゃないか、100万年後っていうスパンがそんな風になるのか、ちょっと私も専門じゃないのでわからないところがあるんですが、そんな風な周囲の環境も含めて考えてみました。そして肝心の脳はと言いますと、結構グロテスクな感じですけども、脳みそがこう頭からこう露出してですね、手のような形になりますと。で、これ何なのかと言いますと、いわゆる反射って言われることなんですけども、人間って熱いお鍋とか触るとアチってなったりするじゃないですか。で、これって反射で脳に信号が、熱いお鍋の情報が脳に行く前にもう手が離れるようになってると、そういう、緊急を要すること、急を要するようなことは、反射というところでできるんですけれども、これは一方で複雑な、思考はできないと。複雑な思考をするには時間がかかるけれども、反射だと、時間はかからないんだけれども複雑な思考はできないというような形になっていると思うんですが、100万年後の脳は直接脳が物に触れたりとか、風を感じたりとかですね、そういうことができるようになるので、その分反射のようなスピードと複雑な思考性を兼ね備えることができるんじゃないか、そんなことを考えて描いたイラストなんですね。ちなみにこれ竹内先生からのコメントとしましては、第3位ということで思ったよりいい評価がいただけたんですが、触覚っていうことですかと、例えば触覚みたいな感じですかねと。で、触覚みたいなことであれば、そういった、ものが人間に発達して、よりこういろんな情報をキャッチしやすくなったりとか、そういったことはあり得るかもしれないですね、というコメントでした。で、第2位ですね。次、第2位発表したいと思います。こちらです。ドドン。犯罪学教室のかなえ先生、おめでとうございます。かなえ先生は VTuber としてバリバリ活躍されている方なんですけれども、シンプルに画力が高い、
ちょっと僕のさっきの絵をもう忘れてくださいって言いたくなるぐらい、画力に格差が出てるんですけども、皆さんご覧の通り、かなえ先生曰くですよ、脳の形は大きさや形はあまり変わらないのではないかと。ただ、機能面で大きくいろんなことが変わる気がするとおっしゃってたんですね。で、その機能面っていうのはちょっとイメージしていただくと、分かりやすいのがパソコンとかスマホですよね。パソコンとかスマホって特にサイズ感は昔から比べるとどんどん大きくなっているわけではないんですが、スペックとか処理能力とかってどんどん上がっていきますよね。そういう感じで脳の中も中身がそういう機能がどんどんアップデートされていくんじゃないかということでした。かなえ先生はそういうお話をされて、その後に竹内先生のコメントがあったんですけれども、竹内先生のコメントとしては、素晴らしく科学的な根拠に裏付けられていて、良いのではないかと、さすがにですが、2つポイントがありまして、1つはおそらくこのトリミングの都合なんじゃないか、画像を送る際の幅を間違えたんじゃないかみたいな考えもしたくなるんですけども、ここのちょん切られてる端っこの部分ですね、そこがかなえ先生曰く、100万年後の人たちは寝っ転がってこうスマホばっかり触っているので、そういうところがもう脳の形に影響を与えて後頭部の部分がすり減っちゃうんじゃないかと、そんな予想をされてたんですけれども、果たしてそうなるのかという部分と、あと、竹内先生の予想としては脳の形自体も、形というかサイズ感も含めてですね、大きさ自体も変わりうるのではないかと。やっぱり100万年後を考えるには100万年前を考える必要もあると思うんですが、そういった昔から、歴史を考えていくと、今はホモサピエンスですけれども、アウストラロピテクスとかジャワ原人、北京原人とか、クロマニョン人とか、皆さんも教科書に出てきてご存知だと思うんですが、そういう、昔の人間の祖先と呼ばれるような、人たちの、脳は、脳の体積も今よりは小さかったし、そういうことを考えるとこれからますます大きくなるかもしれないし、形が変わっていく可能性もあるのではないかというところでしたね。はい、そして流行る第1位はこちらの脳です。ドドン、おめでとうございます。これは実はですね、脳科学者と一緒の参加された方、視聴者さんの書かれた脳でした。おめでとうございます。まずですね、私たち出演者は事前にこのコーナーを、知らされておりましてというか、私が発案者なんですけれども、事前に知ってまして、それでおのおの数日間かけて考えていたと思うんですね。考えていたものを当日書くという感じだったんですが、この参加された方に関しては当日言われて、そして当日チャット欄に写真が貼り付けられますので、そこに貼り付けていただければ紹介しますよみたいな、急遽決まったことで書いてくださったんで、なかなか書き込む時間とかよく考える時間はなかったはずなんですけども、そんな状況の中で見事1位に、輝いたのが参加された方だったということで、本当におめでとうございますというか、我々出演者はなんと不甲斐ない結果になってしまったんですけれども、前頭葉の異常発達ということで、前頭葉っていうのは頭の中でも思考とか判断を司っている部分なんですね。特に前頭前野と言われる部分なんですけれども、そういったところがこれからますます重要になって、その結果さらに発達して、肥大化して発達していくんじゃないかという予想でした。これがもう竹内先生にビタッとハマったというか、竹内先生の予想と近かったと言いますかね。そういうところで、非常にこの脳は一番あり得るんじゃないかということで、1位がこちらの脳でございます。それからですね、このイベントが終わってからツイッター上で100万年後の脳、よかったら書いていただけませんかと、そんなツイートをさせていただいたんですが、なんとお一人の方が、エントリーしてくださいました。その方の脳のイラストはこちらです。ドドン、脳がこれもまた肥大化しているんでしょうかね。脳が肥大化しているようなイラストなんだと思いますが、これももしかしたら
前頭葉がすごく発達しているというところを示しているのかもしれませんね。もし、書いていただいたトイレットリーさん、トイレットリーさんがもしイベントに参加してくださってたら見事優勝されたかもしれませんね。なかなか宇宙人味のあると言いますか、そんな宇宙人なんかも彷彿とさせるようなイラストでございました。というわけでですね、そういうふうに考えていくと本当にいろんな脳が、あり得るような感じもしますし、ちょっと番外編でご紹介しますけど、こんな脳ですね、こちらは科学という市民サークルの運営をされている酒井さんの脳なんですけれども、こんな風に、まあ、ちょっとユーモアも、ユーモアというのか、面白も含めた、イラストを描いてくださった方もいらっしゃったんですが、一応そんな中にも理屈がありましてですね、この酒井さんの脳の場合は、酒井さんの書かれた脳の場合はとにかく耐久性重視なんだと。もう、未来の脳というのは、未来の脳というか人間社会っていうのはもう何かしらの通信技術で基本的にもうその場にいるだけでいろんなことができちゃいますよと。そうなった時に、脳というのも基本的にはもう耐久力が一番大事なんだと。何があってもその簡単に壊れたりしないことが大事だというふうに考えた時に、こんな風に石みたいな感じになっちゃうんじゃないかと。なかなか、そんなことあるのかなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、一つの発想としてすごく面白いんじゃないかなと僕は思いました。そして、続きまして番外編こちらですね。どん、右脳と左脳のバランスが大きく変わっていく、こちらはクラブサイエンスという、クラブハウスでですね、今すごく盛り上がっている、科学を耳で楽しめる、毎日毎日開催されている、クラブサイエンスというものがあるんですけれども、そのクラブサイエンスの代表の穂積さんの書かれた脳ですね。なんとですね、右脳と左脳のバランスがこう大きく変わってくると。そして、基本的には左脳は、計算処理ですとか、論理みたいな、理論みたいなことを司っている。で、右脳は、どちらかというと、感性とかイメージっていうところを司っていると言われるんですが、その左脳の部分は将来的に AI ですとかそういうものが代替できるようになってくると。そうすると人間に求められるのは右脳の部分だから、右脳がどん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 こう左脳を侵食していくみたいな感じで、こうバランスが変わっていくんじゃないかということだったんですが、竹内先生のコメントとしましては、バランスが悪いとシンプルなコメントでしたね。で、バランスが悪いっていうのはどういうことなのかと言いますと、右脳と左脳って、そういった論理、計算と感性とみたいなところもあるんですが、それ以外にもいろんな機能がありまして、例えば右手で触れたものとか右手で得た情報っていうのはまず左脳に行くんですね。で、左手で触れた情報っていうのは右脳に行くと。そういった機能があった時に、じゃあ左脳がそんなに小さくなっちゃったら右手で触れたものの情報満足にいかないじゃんみたいないろんなちょっと機能面で支障が出るんじゃないかなとか、そういったことも考えると、そこまでバランスが悪くなるっていうのはどうなんでしょうというコメントもありました。で、他にもですね、こんな感じでイベントに参加されたお子さんが、書いてくれたんですけれども、脳が大きくなるんじゃないかとか、こういったことも、たくさんコメントの中にもいただいておりました。で、こちらについては竹内先生曰く、脳が大きくなることはあり得ると思うんだけれども、その際に脳だけが、頭だけが大きくなってしまうと、いわゆる宇宙人のイメージ図みたいな感じで、よく超頭でっかちの宇宙人っていると思うんですけれども、そうなると体の、構造からいって、なかなかその肥大化した頭を支えるのが、体がそのままだと難しいんじゃないか。もしあり得るとすれば、人間の体全体が大きくなって、大きくなった分頭が大きくなる、そういった方向性か、もしくは、脳の体積、脳の重さを変えないで、かつ、表面積を大きくしていくためにシワが増えるとかっていうことはあるかもしれないと。で、このシワに関しては先生は普段
ラットとかマウスを使って研究をされてるんですけれども、そのネズミの脳を見ると人間と比べると随分ツルツルの脳らしいんですね。シワの数が違うと。そういうことも考えると、これからそういったシワの部分が変わってくる可能性は十分にあるんじゃないかなというお話でした。ぜひ皆さんも100万年後の脳、もうこの動画にたどり着いていただいたのも何かのご縁ですから、100万年後の脳書いていただければと思いますし、コメント欄に100万年後の脳こうじゃないかな、ああじゃないかな、コメント欄に20個ぐらい、脳の予想がたまりましたら、私佐伯が責任を持って竹内先生にこんなコメントを届いてますけど、先生からの評価といいますか、コメントいただけないでしょうかとお願いをしてまいりますので、ぜひどしどしコメントいただければ嬉しいです。そして、繰り返しになりますが、脳科学者と一緒というイベントのアーカイブ映像が YouTube でご覧になれます。そちらは概要欄にリンクを貼ってありますので、ぜひ、お楽しみいただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。またねー。